ていうね、コンテンツで、のぎめっていうコンテンツで、私のチークとかどういうのがいいかなとか、何のお洋服着ていこうかなとか言ってたんですけど、結局ピンクかオレンジか迷った挙句ピンクにしました。見えますか？オレンジか迷いました。もうさっき言ったね。あと今日結構いろんな初めてのちょっとメイクをしてみたので、いつもの違いを楽しんでもらえればいいかなと思います。久しぶりに自分でちゃんとメイクして髪の毛もしたので。 こんばんは。あ、よかった。ピンクでよかったですか？大人っぽいですね。よかった。あ、そう、リップの色も違うんです。なんかいつもよりもなんかちょっとダーキーにしました。似合ってる。スイスのファンです。おい、本当、本当にすごい、めちゃくちゃ行きたかったんですよ。ちょうど嬉しい、ありがとうございます。では早速ですが、前回メンバーさんからの宿題をやっていきたいと思います。はい、前回メンバーさんからの宿題はれんかちゃんからの宿題で、来たやってということで、私レンカさんのこと大好きなので、このレンカさんからのラリーすごい嬉しいんですけど、「来た」ってのあれでいいのかな、織田さんでいいのかな。 最近すごい織田さんの話いっぱいしちゃってごめんなさいっていう、熱がね、冷めやらなくてずっと織田さんの話しちゃったんですけど、じゃあいきますね。乃木曜日に弓木が来たー。すいません、ちょっとアイドルやらせてもらってました。ちょっとアイドルボイスでちょっとやらせてもらったんですが、本家はもっとすごいので、ぜひなんか本家の、方の、動画とかあれば皆さん見てみてください。はい、では宿題終わりました。そして早速ですが、乃木曜日選手権をやっていきたいと思います。ですね、今週の競技は先週に引き続き芸術の秋にちなんでお絵描きしりとりです。絵だけでしりとりを見せます。例えばリンゴの絵を描いたら、一旦カメラに見せて、次にゴリラの絵をその隣に描いていきます。これ確定？リンゴのやつ？ ゴリラの絵を隣に描いていきます。絵のうまさは関係ありません。制限時間は100秒です。最初の文字はくじで決めます。週の中で最もたくさんしりとりができたメンバーにご褒美として素敵なめ、あのスペあの素敵なプレゼントが贈られます。おお、いいですね。まず今の時点では火曜日のれんかさんが10個ということで、結構キリのいい数字で終わらせてくれたんですけれども、続いて私どのぐらいできるのかやっていきたいと思います。ではまずくじ引きを引きます。じゃん、ありがとうございます。お、か、かから始まりますよ。よいよ、いいですか。これで書いて書こうか。これでいくんですか。すみません。じゃあ乃木坂からの紫で書いていきたいと思います。よし、いくぞ。位置について、よーい、スタート。はい、書き、き、やばい、キリン。あ、キリン。 終わった。消していい？あ、キツツキ、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 メダイ、イ、イス、ス、スイカ、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 
ダカカ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 カイイイイカアカンカカ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 加減の月キキ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 ね、あの昨日う雲海いいいいいいついねいつかできるから今日できるよし、何個書きましたか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、お、14個書きましたよし、じゃあ私、ゆむきなおはゆむき14個、よし、14個書きましたどうですかね、あの、VAR あのしてっていう人もいると思うんですけど、私とっても VAR 嫌いで、あのちょっと嫌だなって思うんですけど、書いた写真、あの書いた絵とか見せなきゃいけないやつもしかしてうわーね、これとってもさ、あの絵が上手じゃないんですけど、まだ本気出してないだけなんですいません。いきますよ、これまず書きね、書き、これ書きはもうあのクリアっていうことで、でこれ次キツツキ、これね鳥のキツツキで、次キで金目鯛でしょ、で椅子でスイカ、スイカね、あうんスイカ、カメ、これちっちゃいメダカ、あこれ貝だね、これ貝なんだけどね、頭に描いてる貝とここに書いてある貝が、ね、ちょっと別物になっちゃった。でこれがイカで、これ加減の月ね、加減の月って何だか分かんないんだけど、あの多分ね、あのあれだね、鬼滅の刃が好きで、多分上限のね人とか出てきたから、ちょっとそれが出てきたんかなって思って、これこれなんだ、あこれ昨日ね、これ昨日あれって書いてるのは、あれ昨日何したっけっていう、あのもしありな、えそうやんな、えしりとりって多分もしあかんよな、まあまあまあ、まあ、ちょっとごめんなさい、多めに見ていただいてすいません。でこれで、これがね雲海、雲海なんですけど、これどっち、私 の, あの今お家にいる飼ってる飼い犬が、あのあの犬なんですけどちょっともう何話してか分かんなくなっちゃった、あと私の飼い犬が雲海って名前なんですけど、そっちを書くか本当に雲海を書くか迷ったんですけど、あの本当の雲海に、ね、しました。で最後はいつかできるから今日できるっていう、あの、ね、ちょ本当言いたくないんですけど、西野七瀬さんを書いたつもりだったんですけど、あんまりちょっとあの上手に書けなかったので、次回ちょっと上手に書きたいなって思いますすいません、多分あの文字皆さんアウトアウトっていうお声をたくさんいただいたので、あの今回は私はスポーツナマンシップにのっとって13にしときます。これはねさすがにねみんなから嫌われちゃうから13、私は13にしました。ありがとうございます皆さん、とっても大変なしりとりでしたですけども、これご自身でもやってみてください、とても楽しいので。これ45分まで配信していいんですもんね、いっぱいしゃべろ。はい、ということで、あ、じゃあここからはもう私の番ということで、いっぱいしゃべっていきたいと思うんですけども、ん？なんですかね、キリン、あ、キリンは、キリンはねもうね、もう内緒、もうキリンがあったことはもう忘れよ、もうね、そうだよ、私のターンね、いきます。え、今日あの早速ですが、あの MV 公開されましたよね、あの、ね、今日の昼頃にこ
こう公開されたんですけれども、歩道橋の MV 皆さん見てくださいましたかね。見てくださいましたか。あ、そう、黒い衣装で踊らせていただいた。2列目のメンバーはこうイメージカットだったりこうリップシンクがあったので、こう雪を漂わせつつ、こう白い衣装でこうリップシンクをしていったんですけれども、私はそれを見てめちゃくちゃ可愛くて、とっても自慢なメンバーだなって思いながらこう MV を見てたんですけども。うん、どうでしたか？カキかっこよかったね。カキかっこよかったね。最後笑いながらちょっと顔残してたから、にって言ってにってやった後にちょっと顔残しながら後ろに走っていくところが私はとっても好きだなって思いました。あと依田さんのフェイスライン、横顔のフェイスラインもめっちゃ可愛かっこいいね。うん、私そうでかい大きいリボンをお団子にして本当はポニーテールにしようと思ったんですけど、こうポジションが近いいおきちゃんがポニーテールをしてたので、私はじゃあ変えようと思ってこのお団子にして、その後ろにこう大きいリボンをしたんですよ。な初めての多分試みだったかなって思うんですけど、見つけやすかったんじゃないかなと思ってちょっと今回もお団子にしてみました。あ、寒かった。あ、そうなんです。寒かったですね。やっぱ冬も始まったし、気温が寒くて、こうエキストラさん、私たちよりも多分エキストラとしてその方がもう場合によってはこう制服で、ベストだけでこうコートを着ずに参加してくださった方もいらっしゃって、もう私はもうとってもありがたいなって、皆さん寒かっただろうに何回も何回も歩いてくださってありがとうって思いながらこうやらせていただいたんですけども、寒くて私もう何だろう、もう鼻が赤くなっちゃってとっても大変だったんですけど、みんなで暖取りながらこう抱きつき合いながらね、やってましたんで、結構楽しいホクホクとした MV が撮れたんじゃないかなって思いますね。そう、私としては、あ、そう、ドラマの撮影が実はあってフリーレン参加できてなかったので、初めてこうみんなでダンスを合わせる場がMV の撮影の場所だったんですよ。だからもうとっても緊張していて、大丈夫かな、大丈夫、家でもうたらふくやったんですけど、もうこうやっぱりみんなと合わせるってなったらもうね大変なことで、とっても、うん、緊張してたんですけど、梅さんとかが褒めてくれて、「いつやったの？」って言って、「全然踊れてたじゃん」って言ってくれたのがすごい嬉しかったなって思いますね。こうドラマの現場からメンバーがたくさんいる現場にこう久しぶりに行った時に、改めてメンバーの温かさだったり、すごいすごい一緒にいて楽しいなってすごく思って、私のホームになってるんだなってすごい実感しました。あ、そう、ドラマに出させていただくんです。後で話すね。今 MV のさお話ししてて、そう、MV ではこうリップシンクも今回あったんですけど、私実は乃木坂が大好きで入ってきて、こう乃木坂になりたいと思って入ってきたから、こう乃木坂の MV とかも過去いっぱい見てて、こんなの乃木坂に入ったら、こんなの乃木坂に入ったからにはこんな MV のやつやってみたいなとか実はあったんですよ。で、それがいつかできるから今日できるの、リップシンクのシーンで、こうメンバーさん一人一人が抜かれてて、もう照明も光もで、メンバーさんの顔ももうつよつよでめちゃくちゃ大好きで、で私はそれを見た時にいつかやりたいなっていうふうに思ってて、で今回こう MV でみんなが1列目2列目のメンバーが頑張ってくれてこうリップシンクとかをやってて、それを見てすごい私もいつかやれたらいいなって、とっても可愛かったしめちゃくちゃ素敵な MV で、誰に見せても恥ずかしくない、そしてたくさんの方にこう見てほしい MV が
作っていただいたなって思ったので、また新しい目標が、乃木坂としての新しい目標が私にはできました。リップシンクを取るっていう何て言うんだろうな、リップシンクを任せたいって思ってもらえるような人になりたいなって思いました。うん、そう、次はやれるといいね。そうですね、本当に、まあ、今回チートデーとはまたガラッと変わって、チートデーはなんか、なんだろう、ドラマ調っていうか、ガガ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 ガ
回もね、また違った MV なので、とってもコントラストが楽しんでいただけるかなと思います。なので皆さん、どしどしこう周りの方にと一緒に見たりとかしても楽しいんじゃないかなって思います。ぜひよろしくお願いします。報道局たくさん皆さんと一緒に愛していきたいなって思うので、よろしくお願いします。そう、3列目のメンバーはダンスシーンをこう撮らせていただいたんですけど、いつもよりもこうフューチャーさしていただくことがあったので、個々人のダンスの特徴だったりとかが分かりやすいかなって思います。いろはもね、いろはのダンス私大好きなんですけど、いろはのダンスも見てほしいなって思います。うん、そうなんですね。しかもですね、言いたいことまだあって、この間全国の、ミニライブがあったんですけど、そこでクビンセスっていう弓木なお軍団長としての、軍団曲を初披露させていただいたんですけど、パフォーマンスで初披露させていただいたんですけども、それがすっごく嬉しくて、もうとってもかっこよく披露したいなって思っていて、でそれこそ私クビンセスのメンバー一人一人大好きで、みんなでね、これはどうやったらかっこよくなるかなとか、出番の直前までなんかガタガタして、すごい緊張緊張って言いながらみんなでやってたんですけど、とってもセクシーに頑張りました。ね、かっこいい曲やりたいなっていつか思ってたので、こうやって軍団曲でやらせていただいて嬉しいなって思いますし、しかも何、私はとっても研究しまして、いろんなかっこいい方のこうダンスだったりとか、チッケムとかいろいろ見させていただいて、とっても勉強しまして、見させていただきました。はい、なのでぜひぜひ見てください。見てるか分かんないけど。そしてさっきも言いました、飛ばしましたが、ドラマのお話、ドラマのを来年の1月放送なんですけど、カンテレさん ×FOD さんで放送させていただくんですけど、未練隠れぼっちたちというドラマにヒロインとして出演させていただくことになりました。ありがとうございます。そして今日多分予告が公開されたと思うんですけど、90秒くらいの、私も本当になんかざわざわしながら見てたんですけど、お母さんがすごく喜んでくれて、家族の連絡網にこうパッて動画をリンク貼ってくれて、みんなでおめでとうって言い合ったんですけど、とってももどかしい。まだ私モニターとか見てないので、自分がどんなようなお芝居をしてるのか果たしてはたまたわからないんですけれども、とっても不安なので、皆さん一緒に見てくださると嬉しいなって思います。そうなんです。そわそわしてまして、そう、よかった、もうすごい嬉しかったんです。実はずっとちょこまかドラマとか演技のお仕事をもう一度させていただきたいなっていう目標がありますっていうのは小刻みに言わせてもらってたんですけども、こうなんかまさか今年のうちに夢を叶えさせていただけると思っていなくて、本当に嬉しくてね、とっても嬉しいです。ね、ありがとうございます。そうなんです、ファンの人には言ってたんですよ実は。なので叶えさせていただけたことが本当に
嬉しいんです。ありがとうございます。しかもね、1月からは田村真由のアニメも放送されるので、一緒に見ようねって真由とカッキーと言ってました。来年は鑑賞会が牡蠣遥かのお家かなで 行われる予定なので、とっても楽しみなんですよね。でもドキドキするな。そう、田村真由が出演してるアニメがあるんですよ。詳しくは田村真由アニメ出演で検索っていうことで そう、真由に聞いてみて。そうなんです。あ、37枚目のみぐり参加します。え、嬉しい。やったー。じゃあ12月のクリスマス時ぐらいからね、始まりますけども、嬉しいです。じゃあ1月とかもしドラマ見てたら、ドラマの感想とかも教えてほしいなって思いますし、私が好きなものはシルバニアファミリーの赤ちゃんが好きなんですよ。だからそういう趣味のお話とかもできたらいいなって思いますし、あとアニメもドラマも見るのが好きなので、いっぱい話しましょう。夢帰宅はないんですか？あ、そう、夢帰宅はですね、雲海がいますんで、ちょっと雲海の調子がよかったら、雲海っていう犬ねがいますんで、雲海の調子が良かったら、全然元気ですけどね、すごい 雲海が笑顔だったらいいよって言ってくれたら、みんなのこと呼びたいなって思います。そしてなお、私なおって言うんですけどね 私はなぎのお家と、いおきまおちゃんのお家にも行かなきゃいけないので、これ絶対に今年のうちに実現するので、ちょっと報告楽しみにしててください。なぎのお家はもうずっと言ってるんですけど、なぎのお家行くっていうのはもうずっと言ってて、本当私が全然実現しないので行きたい。そしてまおは来ていいよってずっと言ってくれてるので、